Behind the stage のりこチャンネル Let's go! のりこチャンネルへようこそ。イエーイ。普段私のチャンネルでは、ダンサーの生活やオーディションの仕方、海外の生活での様子などを、配信しているんですけれども、この度3年ぶりに日本に帰国することになりました、それにあたってですね、私の彼氏婚約者さんも、一緒に渡航するということでビザを申請してまいりました、2022年7月上旬現在ではまだ外国の方が日本に入国する際にはビザがないと入国できないということで、私たちビザを申請してまいりました。なかなか情報をインターネットとかで調べたんですけど細かい情報が載っていなくてですねやり方とかわからなかったのでちょっとどうやって申請から受け取りまで行ったのかっていうのを私の経験をちょっと共有していきたいなと思ってこのビデオを回させていただいています。もしかしたら私のビデオを見て少しでも参考にしてくださる方がいらっしゃると信じて少しだけお話しさせていただきます。なので今回はちょっと今までとは違って外国人が日本に入国する際のビザの申請方法についてお伝えしたいと思います。それではのりこチャンネル行ってみよう。レッツゴー。のりこチャンネル、はい、ということでもうすぐデュッセルドルフに着くところです。デュッセルドルフはこの間爆買いした時以来ですね。で今回、そのビザの申請にあたってこんだけの分厚い書類を用意しました。これを日本領事館に届けに行けます。無事に、済むといいんですけど。申請無事に終わりました。結果は多分10日ぐらい待たないと来ないそうです。ご飯食べたいんですけどまだちょっと早いので例のパン屋さんに行ってパンを買ってご飯を食べに行きたいと思います。 Bakery my heart。 ドゥドゥン。 No、 なんでなくなってんだけど。めっちゃショックなんだけど。 No。 ラムネを頼みました。ドイツに住む日本人でドイツ国籍の婚約者さんがいる方で日本に一時帰国する時のビザ申請の方法、結果から言ってしまうとですねビザ申請、ビザが下りました。約9日間で、申請が受理されて受け取りに来てくださいっていう電話が来ました。領事館の方からすると、1週間から10日ほどで、審査が終わるよということだったので、まあ、平均並みの時間だったのではないでしょうか。私たちの日本入国は実は8月上旬なんですね。なので夏休みには水際対策が緩和されるだろうと思ってすで、に4月にもチケット取ってしまいました。というのもですね私の妹が結婚式をハワイでするので、日本帰国する前にハワイに行くんですね。なのでそのチケットも買わなきゃいけないということで同時に購入してしまいました。まあ私の願いも通らず、6月下旬になってハラハラドキドキ、緩和がされないということで7月の頭すぐに、申請するに至りました。日本領事館や外務省などのページで、確認、情報収集をしたんですけれども、必ず、ご自分で、領事館などにお問い合わせをして何が必要かっていうのを、聞いてください。もうねどんどん情報も変わってくるので日々ごとに私の情報も古くなっていくので、まあ、参考までに聞いていただければ嬉しいです。確かな目的がないと外国の方は、入国できないということで私たちの、ケースについては私のおばあちゃん病気のおばあちゃんに私の婚約者を紹介したいという、目的で、ビザを申請いたしました。外務省のホームページに書いてある、中から私のケースは、特段の事情としての
木の項目ですね。親族訪問または知人訪問の中の法人の必要性があると認めるものに当てはまります。そしてその一番その詰めていくと、病気の知人を訪問するに、当てはまるということです。なのでこの内容で、申請を進めました。そうですね、分からないことだらけで本当に日本領事館に即電話していろいろと必要な書類とかを聞いたんですけれども、向こうからの疑問は、私と彼氏婚約者さんの関係がどれぐらい本当なのか証明できるのか、そして、私の婚約者のと、私のおばあちゃんの、知人関係の証明はどうするのかというこの2つの疑問点を、いただきまして、明確に、証明できるように資料を手配するよう言われました。ビザを申請するにあたっての資料何が必要なのかというのをここからお話ししたいと思います。まず最初にビザ申請する人なので私の婚約者が提出しなければならない書類を、紹介いたします。1パスポート、これはもちろんですね。パスポートの期間が日本入国から日本帰国するまできちんとあることを確認してください。2ビザ申請書、これはダウンロードできるので簡単なのですが一応参考に、ちょこっと載っけときます。3パスポートサイズの写真です。これは取り忘れてその申請する、当日に撮ってそれをそのまま持ってきました。領事館でちゃんとハサミで切ってくれて、ノリでくっつけてくれたので、写真さえあれば大丈夫だと思います。4、航空券、もしも、日本入国そして帰国のチケットがあれば、添付しなければなりません。あった方がそれはもちろんいいと思います。いつに、ドイツに、帰国するのかっていうのが分かるので、航空券はつけといた方が、はい、いいと思います。5、これがちょっと厄介なんですけど滞在中の渡航費を賄えるかどうかという証明書ですね。領事館で言われたのは預金残高証明書、あとは彼の在職証明書、働いてますよっていう証明書が必要ということで、どちらもドイツ語で OK でした。あとは、知人の人との関係を証明するんですけども、これは私が、日本語でまとめたので後で紹介いたします。ここまでがビザ申請人が、提出する書類になります。次に日本側招聘人が準備する書類になります。こちらが1、招聘理由ですね。これはきちんとした紙があってそれに全て項目を記入するようになります。その中にも、招聘目的とか、招聘経緯、申請人との関係を書く欄があるのでそこをきちんと、丁寧に埋めることが必要になります。私は実家が東京なのでまず父にそれを書いてもらいました。そして招聘理由書と別に、東京に住む父には、戸籍謄本、私と父の関係が分かる戸籍謄本とあと父の住民票が必要ということで、急遽、送ってもらいました。これはコピーで大丈夫だそうです。そして、父方のおばあちゃんなので、ちょっとおばあちゃんは秋田の方に住んでるので、おばあちゃんに会いに行くとなると、秋田に住んでるおじさんに、お世話になることになります。なのでおじさんにも招聘理由書を書いていただきました。そしておじさんにお願いしたものは医師診断書を提出しなきゃいけないのでそれもお願いしました。これは病気の知人を訪問するにあたる人には必ず、必要なもので医師の診断書がないとかなり厳しいということでした。招聘理由書も、新しいものになっていて招聘人が、契約事項を受け入れないといけないのでその契約事項というのもきちんと、ダウンロードできるようになっているのでそれをダウンロードして招聘人が同意したということで資格にチェックを入れなきゃいけないのでそこを忘れないようにしてください。そしてですね申請人名簿は2名以上の申請人が、同時にビザを申請する際に必要な書類なので今回私の場合は彼1人なのでこれはいらなかったです。そして滞在予定表、
これはいついつ入国してどのように日本の中で行動していつ帰国するのかっていうのを、まあ、予定なのでそんなに詳しくは書かなくていいんですけれども、まあ、一応その順路っていうのを書かなきゃいけないようになっています。はい、ここまでが一応あの申請人と日本側が提出する書類になります。またもしも申請人が旅行費を負担しない場合には違う書類も必要になってくるので、そこはきちんと確認してください。まあ、私の彼は自分で負担するので必要書類はいらなかったです。はい、それプラスですね、私と彼で用意した資料をちょっとしょ、説明します。私が用意したものが、一番大きいものが婚約関係を証明する書類ということでですね、これがこんな分厚くなりました。最後頑張って作りました。写真とかメールとか E メールとかのやり取り、まあ、一緒に住んでたらその証明とかもできるだけいっぱいの証拠写真とかがあった方がいいということで頑張って作りました。その中には状況説明を書いた、手紙と同時に交際経歴をダダダダと簡単に書いて、その交際経歴に合うように写真も添付、資料をとして添付しました。合計で24枚の写真を添付させていただきました。まあ見返しててね、いい思い出だなみたいな感じで見てたんで面白かったんですけど、まあここまでやらなきゃいけないかと思いたんですけど、まあビザ申請ね、彼の入国、ビザを獲得するには仕方ないと思って頑張って準備しました。でそれと私たちは一緒に住んでるので、一緒に住んでいる、コントラクト、ハウスコントラクトの、コピーも添付しました。そして、まあ、おばあちゃんはやり取りができなかったので、おじとのライン、おじとの、LINE でのやり取りを、ちょっとだけコピーして、はい、添付しました。それを全部添付したらこんな分厚い紙になりました。はい、わお大変だった準備するの。そして彼が、エキストラで準備したものは、彼の事情説明書ですね。なんで日本に行きたいのかっていう、気持ちを書いたお手紙というか説明書、も、作りました。最初ですね、これはドイツ語で彼は書いたんですけれども、申請に行った時にドイツ語ではダメ、英語か日本語と言われて、まあ後から提出していいよということだったので英語に書き直して、E メールで添付して送りました。そして ID のコピーということですね、これが全て私たちが、申請した、書類になります。もう、出発予定日が迫ってたのでちょっと焦ってて、先週の月曜日に、提出して、まあ、ハラハラドキドキしてたんですけど、昨日電話が来たということでまた、ビザの受け取りに行きたいと思います。領事館からのちょっと注意事項なんですけれども、ビザ申請は郵送では行っていないということで直接行かなければいけませんでした。書類は返却されないので気をつけてください。ビザ代金は無料です。まあ無料だったんですけれども、その領事館に行くまでにやっぱりちょっと遠いので電車代とかちょっと高いんですけど、無事にあのビザが降りたので、はい、安いもんですということで本当に良かったです。この情報を少しでも誰かのために役立っていただけたら嬉しいです。今回は、ビザ申請、外国人が日本に入国する際に必要なビザ申請の方法について少しお話しさせていただきました。うまく説明できたか分かりませんが、はい、誰かの役に立ったら嬉しいです。はい、ということで、後日ビザの受け取りに行ってきます。